まあ、今やってるのはその彫刻か、あのなんだろう、絵画的な見方もできるし、彫刻的な見方もできるっていう感じで、レリーフをちょっと彫ってるっていうイメージっていうか、なんだろうね、っていう点で作業自体はそういうことなんですけど、でそれをまあ何ですかね、絵画的に鑑賞するっていう方法ではなくて、そのレリーフの半立体の特性を生かして、その立体っていう部分でちょっと一体さらに強めて、で空間に設置したりして、ちょっと彫刻的にこう見れるような作りでやれたらちょっと面白いんじゃないかと思って、はい、こういうやり方を始めたんですけど、ここの場所をちょっと楽しく見えれるような感じで、まあ場所をちょっと生かしてやれたらいいなっていうので、割と粗いところはとかざっくりいくときはのみを使って、何種類かあるんですけど、あとは、はい、細かい作業は全部あと彫刻刀で、実家がのその田舎の小さいとき過ごした家っていうところになると、うん、なんか部屋数も少ないし、結構おばあちゃんのもので埋め尽くされてるような場所 でそこで遊んだっていう記憶がすごいあったもので、それでちょっとそういうのをこう思い返すと、多分一個一個ものはその時は鮮明だったはずのものが、こう今の時点からそれを振り返るとすごいくすんでるっていうか、何かこう時間の堆積とか層ができて、まあ、そういう層がこう多分覆われてるような、そういう距離感があるなっていうのが感じられたの でそこからなんかあの何かでこうくるまれてるっていうか包まれてるような発想 でくすんだベールっていうのがすごくしっくりきたので、はい12月から展示が始まりますので、ぜひその完成された状態でも見ていただければと思います。よろしくお願いします。